ヘイリー・エリザベース・アトウェルはイングランド生まれの女優である。ロンドンで生まれる。母はイギリス人、父はアメリカ合衆国、カンザスシティ出身でネイティブアメリカン家系である。また、アメリカとイギリスの市民権を二重に取得している。両親は2歳の頃に離婚している。2005年、プリングルズのテレビ広告でデビューする。映画デビュー作はウディア・レン監督の ウディ・アレーンの夢と犯罪で、ユアン・マクレガー、コリン・ファレルと共演した。2008年には、ある公爵夫人の生涯で、エリザベス・フォスターを演じ、英国インディペンデント映画賞やロンドン、映画批評家協会賞にノミネートされた。2010年に放送されたミニシリーズ、ダークエイジ・ロマン大聖堂では、ゴールデングローブ賞女優賞にノミネートされた。2011年公開の、 キャプテンアメリカ、ザ・ファースト・アベンジャーではヒロインのペギー・カーターを演じた。また、2014年には同キャラクターを主役としたスピンオフ作品のテレビドラマ、エージェント・カーターが制作された。ありがとうございます。